えー、もうだんだん時間も少し少なくなりつつあるんですけども、もう一つ、こういう話をいたします。あのチェスの王様で、ですねチャンピオンで、ガルリー・カスパロフという人、有名な人ですねこう、チェスのチャンピオンの中でも非常に強かったん、えー、ですが、この人がですね、1999年に面白い実験をしたんですね、えー、確かマイクロソフトのプロジェクトだったと思います。 えとカスパロフ対ワールドっていうんです, <laughs> でです、ね、どういうことかというとワールドの方はですねは75か国、延べ5万人が参加した一点について平均5000人が参加したらしいんですけどどうやってやるかというと次の一点どれにするかでこれをです、ね、みんなでフォーラムで討論するフォーラムで討論してです、ね、1日かけて討論するって一手あたり1日で24時間でですね えー、一手打ってでみんなが投票してそのな中で一番その多かった手をそのワールドの打ち手にするわけですね、指し手にするわけです。そしたらね、えー、結構大変だったんですよ、これ、あのカスパロフさんはです、ね、こんなの簡単に勝てると思ってたんですよ。ね、ところがです、ね、そうでもなかった。 あの実はね、この3年前、これは1999年なんですけども、96年にですね、カスパロフさんじゃないんですけど、えー、とアナトリー・カルポフという、まあ、前チェス王者がです、ね、やっぱり同じようなことをやったらしいんですね。で、同じようにその、えー、カルポフ対ワールドだったんですけど、この時はもうあっという間に決着がついた。でそれははなぜかとという年の時には 10分で一手だったんですよ、10分で一手だった、だから、つまりこう直接民主制と同じですよ、みんなでとにかくその投票してくださいと、話はやらないんですね、話はやらなかったらもう、あの惨敗です、で大体ね、その参加人たちがそんなにチェスが強い人とは限らなかったようですよ、中にはもう1割ぐらいはもう本当、素人なんじゃないかというふうな手もあったそうですねでところがですね。 99年の時にはですね、カスパロフは交渉でした、つまり、えー、ワールドは、まあ、負けたんですけど、ものすごく苦戦したそうです、カスパロフさんは。で、自分は、その、今までいろんなチャンピオンの,あのしチャンピオンシップ戦ってきたけども、これだけタフだったのはなかったと言ったそうですね。で、それはどうやってやったかというとね、フォーラムにリーダーがいたんですよ。このリーダーはですね、えー、まあまあ、あのチェスが強い人です。 ままあまあっていうかね、ここであのアイリーナ・クラッシュっていう人があの特に有名なリーダーダだった、フォーラムのリーダーだったんですけどこの人は15歳の女の子ですアメリカの全米女子チャンピオンにでもなったっていうのだからやっぱりものすごく才能のある人ですね。でこのリーダーがですね、えー、例えばこう分析表を作ったりね、この手を作るとこんなふうになりますよって、ね、でそれをネットでまた公表するでまたみんながそれにディスカッションするそれ一日かけてやるんですよ。 でやったら結構強かったってわけです。これはね、私はすごくね、大事な話だと思いますね。やっぱりね。集合値ってやった時に、ただ。その単純計算すればいいっていうんじゃなくて、やっぱりリーダーってのは割と大事なんですよ。えー、これについて、まあ、私はあの集,集合値とは何かっていう中高新書の小さい本を書いたんですけど。えー、今日は時間がないんで、あんまり話せないんですけど。やっぱりね、あの。 ベタでみんなが勝手に投票するというんじゃなくてそこでこうリーダーのような人が出てきてこうまとめ上げていくっていうねえ洗脳するんじゃなくてね洗脳はだめです洗脳ではなくてみんなの意見を上手にまとめ上げていくナビゲートしていくっていうそういう機能もとても大事なんですねそういう人が出てくると集合値がだん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 生きてくるわけですねでそんなわけでねえまあ、えー まあ集合地も単純な集合値じゃなくてまあこうしたらいいんじゃないかああしたらいいんじゃないかって考えるこれ現実の問題ってほとんどそうですよねそういう問題をこうネットでいろいろ討論しながら政界を模索していくそれは別に専門家だけでなくて普通の人もそれに積極的に参加していくっていうのは決して悪いことやないあるいはそういう情報社会というものを例えば作っていくっていうのは私は無意味なことではないと 思うわけですねさて、それでですねあのここで私は一つ皆さんに思い出していただきたいんですが、カスパロフさんというのはですねこのほかに有名な対戦をしています。IBM のディープブルーというコンピューターと対戦して彼、負けてるんですよねこれれご記憶ででですすか年それでね。 えーまあ、これでまあそのビープブルーコンピューターが人間に勝ったなんていうことを言う人はいるんですけど、まあ、これはそういうちょっとおかしいなって私はいつも思ってまして何もコンピューターが自分でプログラム作ったわけじゃないんでね、えー、そういうのをつく、まあ、作った開発したチームあるいはハードとソフト開発チームの人たちが、まあ、すごいんだなと私は思うわけですよでだけど、えーまあ、これにいた話でですね あのこの間、確か将棋のです、ね、衛星犠牲の米長邦夫さんですかがボンクラーズという将棋の, <laughs> あのコンピューターにです、ね、負けちゃったんですね、あれね。えーまあ、それでこの時もまた新聞などではです、ねえー、コンピューターが人間に勝ったなんてそういうこと言わないでほしいと私、いつも思うんですけど。うん そういうことじゃなくてそういうのを作った人たちが偉いんだよって私は学生に言ったんですけどえまあボンクラーズにしてもですねボンクラーズってシステムの名前ですけどねボンクラーズにしてもディープブルーにしてもですね大変高価なシステムですよ。ボンクラーズまあディープブルーはとにかくものすごい複合プロセッサーの塊みたいなもの専用プロセッサーの塊ですで。それからあの ボンクラーズも結構いろんなサーバーを組み合わせてねあの高速な組み合わせ演算をやってるんですねでつまりこうものすごい計算量でようやく勝ったっていうようなことなんですよ、まあ、それだけ逆に言うと人間の直感力というのはまあものすごいわけですねそれでねところでここに一番最後私は言いたいさてもし99年の時 えー、このワールドのメンバーがですねそれぞれが簡単な PC で武装してたらどうだろうかねもうそんなものすごいそんなシステム高価なシステムじゃなくていいんですよもう我々が持ってるこういったパソコンそれに簡単なそのチェスのねこういう手を打ったらまあ10手先にはこんなふうな場面がなってダメだよとかそういうそのソフトなんていっぱい出てますよね でそういうものでもし武装していたらどうだったでしょうこれカスパロフは負けたかもしれないですよね。私はそう思ってるんですよ。ここに問題があるんです。つまりですねディープブルーとかボンクラーズっていうのは全自動マシンですよ。コンピューターが全部やるわけですね。そうではなくて一人一人の普通の人たちまあ将棋まあヘボ将棋打つような人とかですね、えー、チェスたまにやるよっていうような人たちが PC でうまく武装してそしてそれを討論してそしてそれ,それをでチェスっていうふうなことをやったらすごく強くなんじゃないかこういうのは私はですね提案したいんですね逆に言うとねつまり我々のねその IT に関するこ今まで長々と述べてきましたけどこれを言いたかったんですよ つまり、ね、その我々は IT っていった時に何か人間と同じようなものだとか考えるんだけど本質的に違うものなんですよ。だけど IT ととうもののををにに使うここよって人間の力を増すすがでできるわけですね。しかもそういう人間が普通の人専門家でなくてもいい普通の人たちがネットでもって力を合わせるということでいろんな問題を解決することができるんじゃないか。 これはやっぱり生命体の直感力とか身体性とかですねそういうものとそれから機械の持ってる計算能力というものを上手に組み合わせていくっていうアプローチですね。こういうことを考えないで機械と生命体っていうもの,の前に同じようなものだとかですねあるいはもう人間も機械みたいなものだとかいうふうな考え方をしているから妙なとこに行ってしまう。 その違いというものをきちんと踏まえた上で IT 社会というものを考えていかなきゃいけないんじゃないと思うわけです。